ようこそ。どうも皆さん、おはこんばんにちは、パパジャです。はい、どうも皆さん、こんにちは、ボーターです。というわけで今回なんですけども、さらに低予算で簡単にほぼ全ての車両を無料でもらう方法です。 GCTF というね、友達に車をプレゼントする方法で、あげた側の車両はコピーして渡すのでなくなりません。では招待限定セッションを作りで、必要な準備なんですけれども、前回 CO のね、車両とか特殊車両の倉庫が必要だったんですけど、それがいらないバージョンです。で、アーケードがその代わりに必要となり、さらに地下基地ですね。で、機動作戦センター。これ必ず機動作戦センターの区画3を個人車両保管庫にしてください。これ武器乗り物ワークショップっていうのと、車両が保管できませんので、必ず個人車両保管庫です。で、この中にエレジー、RH8 とか、または複数台ね、車両をもらいたい場合は、他のガレージにエレジー、RH8 などを数台入れといてください。無料のエレジー RH8 がいいんじゃないかなと。まあ、スピードを重視する人だとファギオとか使ったりするんですけど、クラブハウスには犠牲車両となるこの車両を入れないようにしてください。では、例えばね、フレンドさん、こう招待限定セッションに招待するときに、フレンドとかクルーとかメンバー表示して、招待してください。で、フレンドさんはパシフィック銀行強盗のバイクを届けるあたりに、まあ、いるような状態で、あげる車両もある状態。そしてお互い車両のアクセスは全員にしておいてください。では、もらう人がまずバグらなくちゃいけないんですけど、車両のアクセス全員にしておき、で、アーケードの中に、入っているね、車両、今回無料のエレジー RH8 これ入れといたんですけど、これを出し入れしてテストしてください。まあ、自分のね、アーケードの場所によってはやりやすい、やりづらいっていうのがあると思うので、まあ、今回エクリプス付近っていうのは結構やりやすいです。で、この車両を、中に入ってる車両を外に乗り出して、これからこの車両を外で爆破した瞬間に入るみたいな感じにやっていきます。では、粘着爆弾ですね、これを使っていき、左十字キーで自分で任意で爆破していきます。ちょうど置く場所なんですけど、3つぐらいで、シャッターのまあ上の方っていうかね、下の方なんですけど、下のところよりもちょっと上ぐらいで、次にシャッターのこう地面にくっついてるあたり、そして、シャッターよりもちょっと手前らへんに、このあたりですね、こうやって設置します。で、入っていく瞬間、ここで左十字キーで爆破する。そうすると爆破したんだけど、中に入っているような状態のバグを起こしてます。なんで、このバグが成功しているかどうかを確認するためには、 RC カーを持っている人は RC バンディットを要請、そして三角で戻った時に体が点滅しているような状態であれば OK、RC カーを持ってない人は10台ガレージとかに入って、出た時にこのように点滅して体が出れば OK です。これがね、成功している状態です。このセッション内だけでこのバグは利用できます。では、この10台ガレージに入るか、もしくは RC ってことですね。で、次にパシフィック銀行強盗のバイクを届けるこの位置に向かってください。この時、まあ個人車両を使ってもいいし、野良車両を使ってもどちらでもいいです。で、機動作戦センターを要請します。で、今回犠牲車両を機動作戦センターの中に最初から入れてなかった状態なので、整備士で他の10台ガレージからエレジー RH8 などを要請していきます。今回はエクリプスにあったエレジー RH8 大量に用意してあるんで、これを要請します。で、上げる側ももらう側も必ず車両のアクセスは全員にしてください。では、この車両を呼び出して運転していき、フレンドさんを隣に乗せる、もしくはファギオの場合は後ろに乗せてください。では、右上画面がフレンドさん視点です。フレンドさん乗り込んだら、オプションを押してフレンドの欄を開いておき、このまま待機です。で、もらう側の人は自分の機動作戦センターの後ろに行き、右十字キーを押して丸を押します。まあ、もともとこの中にね、入ってる車両を使う場合は多分右十字キーを押すだけって感じです。他のガレージにあった犠牲車両の場合は、右十字キーを押してから丸長押し、そうするとフレンドさんが勝手に降ります。フレンドさん降りたら、もらう人は離れた位置で車両保管場所に戻すを押して、次に下十字キー長押し、右スティックストーリーキャラに合わせる、で下十字キーを離す、でキャンセル×ですね、これ一度テストしてください。必ずテストします。で、フレンドさんはフレンド欄を閉じます。
フレンドさんが機動作戦センターの後ろにいることを確認したら、一人で配慮を押して3秒経過したらさっきと同じ操作をします。下十字キー長押し、ストーリーキャラに合わせる、で下十字キー離す、バツを押す、でこのように、真っ暗画面からピューと落下するようになります。そしたらこれはね、だいたいまあ45秒以内ぐらいで欲しい車両に乗り込んでください。乗り込むとこの車両を吸い込んだことになり、もうゲットした状態となります。心配であればね、機動作戦センターの中でスタイル変更などをして画面の右下くるくるセーブアイコンを出してください。では連続でやる方法はまあだいたい同じなんですけど、最初のバグらせる部分はいらなくて、整備士から、他のガレージからエレージ、アレージ8などを要請します。で要請したらその車両に乗り込み、フレンドさんを隣に乗せてフレンド欄を開いてもらって、で機動作戦センターの後ろに行き、右十字キー丸長押しをしていきます。ではここでフレンドさんが隣に乗ります。フレンドさんはね、フレンド欄開いてる状態ですね。さっきと同じやり方です。で右十字キー長押し押してから丸長押しで、フレンドさんが降りるのでちょっと離れて、で車両をしまう。ここで、下十字キー長押しのストーリーキャラ合わせるっていうテストをやらないと、機動作戦センターの中に入った時に真っ暗ロードで終了画面が出ない場合あります。なんで必ずテストしてから一人で配慮を押して、3秒経過したら下十字キー長押し、右スティックストーリーキャラに合わせるっていう操作をして終了画面をバツで落下しているので、あとは欲しい車両に乗り込むっていう感じです。もしもこの終了画面出ない時っていうのは、まあ、例えばフレンドさんが一時的にね、照準の違う重照準とかに行ってもらって、で参加して落下するんですけど、おそらく吸い込むの間に合いません。なんでもう一度、エレジアレーチャーチを呼んで、で、後ろでね、降りるみたいなところから繰り返すっていう感じでやってください。まあ、このバグはね、接触移動とか再起動すると解ける状態になるので、終わったら必ずスタイル変更などをしておいてください。Smoke weed every day. Hold up.